どうもいらっしゃいませ、プーマです。今年の登場早くね、 TS サイリン。はい、ということで今日はこの前の先発追加と同時に登場した TS サイリンのガチャ動画、これをやっていきたいと思います。今年も例年通り TS サイリン来たのはいいんですが、追加今年早くてびっくりしましたよね。まあ、調べたら去年は1段から3段のサイリンが10月8日、4段から6段が10月12日だったらしいので、ほぼ1ヶ月近く前倒しになっている形です。まあ、やっぱ最強決定戦後ろ倒しの影響なのかな。まあ、称号を決めきれてない人にね、調子くんが決めるように圧をかけてる感じはする。今回は1段と2段のサイリンが来てますといったところです。で、今回ね、自分はこれ引いていくんですけど、1段の方引いていこうかなと。誰欲しいのかというと、もちろんこの人、松井和夫さんです。まあ、この松井さん見てもらったら分かる通り、母体もあるし極みにもできている、一応称号もつけているんですが、まあ、残念ながらミート型になっちゃってるんですよね。まあ、ミート総力同時じゃありませんと。でね、最強決定戦前にダメ元でもう一回ぐらいは称号やりたいなと思ってて、どうせサイリン来ないから突コーチでやろうかなと最初思ってたんですよ。ただ無事登場してくれたというところで、今日はね、この和夫さんの称号素材取りに行こうかなと思います。突コーチ1枚突っ込もうかなと思ってたんで、まあ1枚は確実に取りたいなと思ってます。ということでガチャ早速引いていきましょう。はい、そしたらね、早速ガチャ引いていこうと思います。一応このガチャの確率見ていこうと思うんですが、 20% の確率で自チーム TS となっています。まあなかなか闇だね。まあ、当たるとは思えない。まあ一応全部 TS らしいんだけど、まあ正味他の球団の TS は僕はいらないので、まあ和夫さんだけとにかく欲しいですといったところですね。まあ本当にね、まあ1枚あればいいんですよ。もう本当に突コーチ1枚だけぶち込もうかなと思ってたんで、その分期待です。お願いします。いやー、演出どうなんだろうな、微妙かな、わかんないね。で、松井和夫さんなんですけど、今回の最強決定戦、まあ正直ね、究極称号外せばいいんじゃないかなとは思ってます。で、まあ現状のオーダーだとどっちかというと総力型の方が欲しいので、まあミート型よりはいいのかなというところですね。まあ A ランク来てくれれば OK なんで、まあ、A ランク来ればオール OK です。頼むよ。いや、本当にね、松井和夫さん A ランク1枚当たればだいぶでかい、気持ち的に楽なんでね。お、堀さんか、 A ランク出たけどね。いや、なかなか辛いですね、外してしまうと。お、いや、堀2連続かよ。いや、逆にすげえ確率だわ。さあ、そして10連目この人です。ここで和夫さん来てくれると俺は信じてる。来い斉藤さん、いらない。20連目。いや、でもさっきさ、堀さん2連続とかちょっとショックだわ。まあ、A ランク3枚出てるんで、まあもうそろそろね、あと2枚ぐらい出れば和夫さん出てくれるんじゃないかなと僕はちょっと信じてるんですけど、うん、調子くん頼むよ。別に S ランクはいらないからね。うん、てかむしろ S ランク当たるともったいない気持ちになるから当たらなくていいです。さあ、来るか、来る気配ないね。また堀さん来たわ、 B ランク。いや、お、和夫さん B ランク来たよ、来たよ。運が来てるね、向いてる向いてる。 A ランク松井和夫さん来るよ。お、 A ランク長川、違う。さあ、10連目この人です。和夫さん来い。いや、また堀かよ。30連目、そろそろ来てください、お願いします。いや、マジ、お、流れ星来たこれあるんじゃないか。え、ワンチャン S ランクある。おー、絶好調、 S ランク確定だね。いや、これ来たね、来ましたね。ワンチャン2枚引き期待してます。いや、でも S ランクでもいいね、この際。さあ、足光っていく、素晴らしい。ちゃんと S ランク確定ですね。いや、これで当たれば完璧。当たることはねえのか。そっか、当たることはねえな。よく考えたら和夫さん持ってるから当たることはねえわ。はい、笑っていく。 OK、 起きた。うわー、藤浪さん。まあ S ランクだからいいんだけど、まあまあ、ミキサーの玉ですね。いや、もう1枚来ないかな。和夫さんでいいよ。いや、もうね、ここまで来ると経験値 1.8 倍も終わったし、もう育成めんどくさいんで S ランクですよ。起きた。神引き、あざーす。まあ、称号用に育成する必要もないんで楽です。あざーす。もう一枚来い、ラスト10連目和夫さん来い。斉藤さん、はい、ということで、まあこんな感じでした。まあとりあえず1枚今日は確保するというミッションでやってきたので、今日はここで撤退したいと思います。まあ称号はね、ちょっとまた別の動画でやります。ありがとうございました。